ケミオです。1995年の10月16日に生まれた23歳です。今血液型は違う、なんで血液型なんて言い始めたの？受ける。ピー。出身地は生まれが違う東京です。で職業がアナウンサーです。っていうのは嘘で夢を追いかけるドリーマーとかって言っとこうかな。はい。今後の目標はですね。ステイヘルシー。もう最近ですね、人生で初めて、書籍を出したんですね。そのタイトルがうちら棺桶まで永遠のランウェイっていうタイトルなんですけど、まあ、自分の人生 の, 今までにあった出来事とか、まあ、なんか世間のなんか悩みとか自分も思う悩みとかをいろいろ書いた、200ページぐらい の, 活字もりもりの本なんですけど、まあ、どの年代の方でも読めるような簡単な表現でなんかずらずら書いてるので、なんか読むというよりかは舐める感じでぜひ手に取ってくれたら好きです。手とか振らない方がいいや。読んでください。これに行きます。ボーン地球上の皆さん、こんにちは。 K-E-M-I-O ケミオです。ということで、私なんとこの度うちら棺桶まで永遠のランウェイという本を世の中に放り投げさせていただいたんですが、まあ本の内容はちなみに言うと、うちの幼少期のことだったりとか、まあ人生冷静に考えて不平等祭りじゃん、だからそういうことに対してスワイプしてぶち消してこうねっていう感じの内容なので、適当に本屋さんとかで見つけたら、まあ舐めるようにっていうか舐めてくれたら好きです。ということで、みんなまた会う日まで、バイニー。